注目の資格、キャリアコンサルタントってどんな資格？キャリアコンサルタントは、すべての人がより自分らしいキャリアを歩めるようサポートするための国家資格。例えるなら、キャリアについて悩む相談者の傍らにいて、話を聞き、受け止め、アドバイスする伴走者。それがキャリアコンサルタントの役割です。では、自分らしいキャリアとは何でしょうか？それはどのように生きたいのか、働きたいのかを考えながら、自分にとってキャリアに納得感を持って選択し、進んでいくこと。しかし、先行き不透明な未来への不安や、正解のない自分のキャリアや将来について考えることは簡単ではありません。皆さんにもこんな悩みやモヤモヤはありませんか？仕事にやりがいを感じられない。今の会社で働き続けるかどうか。人間関係がうまくいかない。結婚、出産後も自分らしく働き続けたい。定年後のキャリアが不安。もっと人の役に立ちたい。これらの悩みやモヤモヤと真摯に向き合うことで、自分らしいキャリアが見えてきます。キャリア迷子が多いこの時代に注目の資格が、キャリアに悩む人に寄り添うキャリアコンサルタントです。資格取得をした先輩たちは、資格を生かしてこんなことをしています。キャリアアップして部下育成に役立てたり、キャリアチェンジで人を支援する仕事に就いたり、副業でカウンセリングを始めた方もいたり、生き生きと社会のさまざまな場面で活躍しています。働き方も生き方もますます個別化多様化していく時代、人間の心理や感情に共感し、信頼関係を築く能力が求められるキャリアコンサルタント。 AI に代替されにくいと考えられる重要なスキルです。悩んでいる人に寄り添いたい、自分のキャリアを考えたい、そんなあなたにおすすめです。新しいスキルで新しいチャンスを。